明治維新の時、欧米列強がアヘン戦争、あっちこっちの国を植民地した時にも、見事に西郷南州とか結出した人物が来て無血革命をして明治政府に見事に乗り換わっていった。どこの国の侵略も受けてません。第二次世界大戦の時も本当に、韓国も分割されましたしね、朝鮮民主主義もドイツも分割されましたけど、日本は蒋介石のような人が現れて、なんとかっていうな形をして、この分割も逃れて、危ういところ何度もありますけども、2650年の歴史見たら、どこの国からも侵略を受けてないし、ピンチの時には必ず助けてくれる素晴らしい人材が現れて、乗り越えてます。で、戦後のこういうふうな負けましたけどもね、もちろんその日清日露第一次世界大戦調子よくいったもんで、保国強制閉鎖が成功したんだけど、増長前になりすぎてね、そして、日本は敗戦で負けましたけれども、見事に脱皮して、それからそのオイルショックの時でも見事に脱皮して、どこの国よりも成功して、まあ、このハイテク産業の軽薄短小の産業構造の転換がなった。こういう小さな国でね、あっちからもこっちからもあっちからもこっちからも戦後一度増長間を叩かれてますから、右に左に、まあ、この3年間は葛藤の中で日本は模索します。この葛藤がいいんですよ。まあ一言で言うと、国運の強い、運のいい国だと、心配しないで、バラ色の未来、小さな葛藤と苦しみをいつも受けていながら崩壊が免れていく、はい、危うい時には素晴らしい人材が現れて、こんなことじゃダメなんだというふうに、ね、呼びかけますからね、まあ、必ず脱皮して、必ず立ち上がって、バラ色の国を築いていきますから、安心して頑張ってください。はい、わかりました。ということです。斉藤さん、いかがでございましたでしょうか。